お番です。デブと中井です。前回の続きです。今日は、絶影の回の話をします。自分の時間が入っているので注意です。紀元前のその国の相応の話です。オラが相応役だ。オラが木崎役だよ。俺は商人役だ。相応はある夜、臣下たちを宴に招いた。みんな、心ゆくまで酒を飲み、多くの者が酔った。宴も竹縄の頃、正殿のろうそくが風に吹き消された。その時、小遊という者が闇に紛れて妃の唇を奪ってしまった。妃はとっさに小遊の王冠の紐を引きちぎり、相応にこう言った。俺の唇を奪った奴がいるな。王を引きちぎったから犯人探しをするなよ。もうダメだ。おしまいだ。別に唇ぐらいいいやん。減るもんじゃないし。相応は、今しがた、わしの妻がつまらぬことを申した。わしは皆の者にそのように楽しくくつろいでもらい大変嬉しい。ここは無礼講、みんな、明かりがつかぬ間に王を引きちぎれ。と命じ、一同がその通りにした。そのおかげで小遊は罪を問われずに済み、小遊は心から相応に感謝した。その後、蘇我秦と戦争で絶体絶命のピンチに陥った。相応は覚悟を決めたとき、一人の勇敢な武者が相応を救った。オラはおめえを大切にした覚えはないけどなぜそこまでやってくれたの？あの時貴様の妃の唇を奪ったのはこの俺だ。しかし貴様はついに俺を殺さなかった。あの時の王様の計らいで私は恥をさらさずに済みました。このような形で恩を返せて幸せでございます、と答え、笑顔で死んでいった。人に恩を売ると帰ってくるって話です。この貴様は誰にも渡さないよ。帰れよ。私はモノマネしここ。何もしなければ勝てます。何分使ってんですか？お前らがバカなんで失敗するせいで、どん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 ロスが生じて、その分どん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 やるべき仕事ができなくなってるの分かってるか？長いので時飛ばし。あのなな。次はバカな敵特集です。あいつ殺されんぞ。
バカかお前は。仕方できます。え、あれ虫かよ。ラストダンジョンに行きます。それじゃあ出発するわよ。バカな集団です。バカ1号です。こいつはサイレスが効きます。あれ、魔法が使えない。やめて。バカかお前は。バカ2号です。こいつはイフリートで動きを止めることができます。何度も聞きます。バカかお前は。Thank you.
ちょっと足んな。バカかお前は。バカ3号です。ラスは敵の罠をコピーして、俺は特派に返す能力がある。すげえだろ。バカかお前は。こいつはホームラン級のバカだ。バカ4号です。俺は人力をコントロールできるの。すげーだろ。この重力100はマホカンタで跳ね返せます。しかもこいつは一人でも浮いていると永遠に重力100を使います。やめて。バカかお前は。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。